ゴールドドリームは日本の競争馬である。2017年のフェブラリーステークスチャンピオンズカップ2018年の柏記念、帝王賞2019年の柏記念に優勝した。2013年4月19日に北海道阿比町の農山ファームで誕生。共有馬種システムレックスプロから総額2200万円で募集され、 ノーザンファーム空港牧場の R 級車で育成された。育成中から我の強い気象を示す一方で腰と共に弱さがあったため、ベテランの機場スタッフが調教を任されていた。12月13日の阪神新馬戦でデビュー。後方待機から最後の直線で一気に突き抜けてデビュー戦を飾る。1月5日の500万した競争は一番人気に応えて勝利。 2月21日のヒアシンスステークスでも5番人気ながら2着ストロングバローズに2馬審査をつけて解消した。初の重賞挑戦となった5月4日の兵庫チャンピオンシップでは1.3倍の圧倒的支持を受けたが先頭でレースを引っ張ったケイティブレイブに7馬審査をつけられ初黒星を起死した。自走は6月19日のユニコーンステークスに出走。前走で 副量ステークスを制覇していたストロングバローズと近差の2番人気に押されると直線では同馬との叩き合いを首差生して重賞初制覇を飾った。続く7月13日のジャパンダートダービーでは1番人気に押されケイティブレイブが逃げる展開の中で後位から競馬を進めたが 直線では道中で並ぶような位置取りだった勝ち馬、競泳ギアのような伸びを見せられず3着に敗れた。安状が、ミルコデムーロに乗り換わった11月12日の、ムサシステークスではこの年のフェブラディステークス、優勝馬モーニーに次ぐ2番人気の指示を受けたが、直線入り口でタバと接触して一瞬前が詰まる、不利もあり、外から足を伸ばしたものの2着となった。 その後12月4日のチャンピオンズカップに出走6連勝中の JBC クラシックカチューマーオーディが2.2倍の支持を受ける中で5.3倍の2番人気となった。しかしテンションの高さからスタートではやや出遅れ、道中では後位の一角に位置を取ったが前半1000メートル60秒6のハイペースが影響して直線では伸びずに交代。 デビュー以来初めての馬券圏外となる12着に大敗した。年明け初戦、2月19日のフェブラリーステークスに2番人気で出走。集団追走から直線で抜け出すと最後は、ベストウォーリアとの競り合いを制止 GI 発制覇を飾るとともに前日に死亡した父ゴールドアリュールに捧げる勝利となった。自走は、初の海外遠征となる3月25日の ドバイワールドカップに、安城ジョアン・モレーラーで出走したが、スタートで出遅れて押しながらの競馬となり、直線入り口ではすでに手応えがなく、ブービーの馬からも大きく離された、最下位に敗れた。帰国初戦の6月28日で王将は4、5番手で、前を追走したが伸びきれず7着、続く10月9日のマイルチャンピオンシップ南部杯では、スタートで大きく出遅れ、 直線で前を追い込んだものの固着と帰国してからの2戦では結果を残せなかった。そのため安城がライアンムーアに乗り換わった12月3日のチャンピオンズカップでは8番人気まで人気を落としたが、レースは中段後方で進め、直線で外から一気に足を伸ばし、1番人気、テーム迅速を首座捉えて優勝。ウィングアロー、トランセンドに続く史上3投目の同一年。 フェブラリーステークスとチャンピオンズカップ制覇を達成した。1月9日、前年の活躍が認められ、2017年最優秀、ダートホースに選出される。年明け初戦は引き続き安城ライアンムーアで2月18日のフェブラリーステークスに出走、レッツゴードンキなども出走し、本、馬を含めて、GI、ジェイプニー優勝馬が9頭揃う中で一番人気に押された。 スタートではまたも少しで遅れて後方からの競馬となり、直線では外から追い上げて一旦は先頭に立ったものの、さらに後方から追い込んできたノンコの夢に、ゴール手前でかわされて、首差の2着となった。その後は、前年に出走したドバイワールドカップへの出走は見送って5月2日の柏記念にアンジョ、安城クリストフルメールで出走。 前年の二着馬インカンテーションに次ぐ二番人気の指示を受けるとオールブラッシュが逃げる展開を先段から追走直線で外に持ち出し前の二頭を差し切って優勝した続く6月28日の帝王賞では出遅れてのスタートとなったがテーム人速が1000メートル59秒9のハイペースで飛ばす中で中断に位置を取り向こう正面で前に上がっていくと直線では一番人気の 前年優勝馬、ケイティブレイブとの一騎打ちを制して優勝、ジェイプに連勝を飾った。10月9日のマイルチャンピオンシップ南部杯では、ここまで6戦5勝の3歳生まるバンスレイブとの対戦となり、レースでは、ルバンスレイブと並ぶ形で7番手から前を追走したが、直線では先に前に出たルバンスレイブとの差を詰められずに着に、敗れた。自走は、 連覇を目指し12月3日のチャンピオンズカップに出走を予定していたが、右肩筋肉痛により回避することとなった。年内最終戦として12月29日の東京大賞店に出走し一番人気に押され、集団から足を伸ばしたが、本場の後ろに位置を取っていた3歳馬オメガパフュームに外から差し切られ、2戦連続の2着となった。年明け初戦は2月17日の 第36回フェブラリーステークスに出走、圧勝続きの6連勝で臨んできたインティと金差の2番人気の指示を受けた。インティが先手を取って、レースを引っ張る展開の中でオメガパフュームらと並んで中段に位置を取り、直線では外に持ち出して追い込んだが、逃げ粘るインティを首差捉えきれず、前年同様の2着に終わった。 破れた者の三着揺らのとには四番審査をつけており、安城のルメールは、とにかく、今日は勝った馬におめでとうと言いたい、レースと述べた。続く5月6日の柏記念は、前走に引き続いての対戦となったインティが、単勝オッズ1.6倍、本馬が1.9倍、3番人気のモーニンは27.2倍となり、本馬とインティのバレンは1.2倍という完全なに、強ムードでの出走となった。 レースでは出遅れて3番手からの競馬となったインティをマークする形で前を追走すると直線では先に抜け出したインティをゴール手前で差し切り一馬進一二差をつけて柏記念連覇を達成したまたこの勝利により GI ・ J p ニに連続出走での連続連帯記録を8に伸ばしたその後は6月26日の帝王賞に向けて 調整が進められていたが、6月12日の追い切り後に、発行し、左前足の急接の外側の人体の張りが発覚。低王将は回避し、マイルチャンピオンシップ南部杯もしくは、チャンピオンズカップでの復帰を予定していると発表された。復帰初戦は、予定通り10月14日のマイルチャンピオンシップ南部杯となり、休み明けながら単勝オッズ1.3倍の、 圧倒的な指示を受けて出走。レースでは先段に位置を取って、競馬を進めたが、4コーナーで行きっぷりが悪くなり、直線でも前との差を詰められず地方馬、文字穴フレーバーを、首差でしのいでの三着という結果に終わった。自走は12月1日のチャンピオンズカップに出走。デビューから、無敗の5連勝で臨んできた3歳馬、クリソベリル、インティア、 オメガパフュームなどの期待戦は、前奏 JBC クラシックに優勝した中和ウィザードなどのメンバーが揃った中で、最終的にクリソベリルを抑えて、単勝オッズ3.5倍の一番人気に押された。レースではスタートからクリソベリルの後ろにつける形で、先段に位置を取り、直線ではババの中央から抜け出して粘るインティに、外から並びかけたものの、間を割って伸びたクリソベリルに、 首差及ばず、二着に敗れた。これで、GI、J プニー通算五度目の二着。中央競馬のダート GI では三戦連続の首差二着となり、安城のルメールは、前走よりコンディションは良かったし、かつ自信はあったけど、また二着。残念ですね、とコメントした。その後は自走の東京大商店をラストランとし、翌年からはレックススタッドで、 種ぼば入りすることが発表された。しかし12月15日、翌年に一着賞金11億円のレースとして創設されるサウジカップへの出走プランが発表され、権益の問題が解決されればクリソベリルと共に出走する見通しであることが明らかになった。東京大賞店では前年優勝馬オメガパフューム、休養明けの前奏を解消したケイティブレイブと人気を分け合い、 一番人気で出走した。レースでは逃げるアポロテネシーとケイティブレイブを3番手から追走したが、前の2頭が介入戦する展開の中直線半ばで脚色が鈍り、うちのロンコの夢と外のオメガパフュームに差し切られ、さらにゴール前でモジアナフレーバーにかわされて4着に敗退。2017年のチャンピオンズカップ優勝から続いていた GI。 ジェイプニーレの連続三着内記録は10戦で途絶えることとなった。レース後、安城のルメールは、道中は、いい感じでしたが、直線のラスト200メートルあたりで疲れてしまいましたと、コメント。元騎手の安藤勝美は、今日のババを思えば、先行した3頭はやり合いすぎた。とりわけ、ゴールドドリームは、距離がシビアなところあるで、外枠からあれだけ出すとなくなるとの見解を示している。 前年に予定した通りサウジカップ及びドバイワールドカップに出走を登録。両レースに選出され、クリソベリルと共に正体を受諾した。迎えたサウジカップには、マキシマムセキュリティやミッドナイトビズー、ベンバトルなど、世界の一流馬が揃う中、スタートで出遅れたものの最内枠からインに控える。競馬に徹し、最終コーナーで手応えよく。 進出を開始して一度は3番手まで浮上するなど、見せ場を作り6着で入選。安城のルメールは、3から4角ですごくいい動きをして勝てると思ったとし平田治む調教師も、ほぼ世界最強の揃った中での6着。価値があるとコメントした。その後は、ドバイワールドカップ出走のためドバイに移動したが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、 レースが開催中止となり、日本に帰国した。帰国初戦は、約3年半ぶりの議員となる5月23日の平安ステークスに出走。日本国内でも感染防止の観点から、機種の切ない移動が制限されたためるメールが、起乗できず、藤岡祐介を安城に迎えての出走となり、2番人気に押されたレースでは4番手追走から3着となった。自走は、 帝王将への出走が予定されていたが、平田調教師の秋にしっかり競馬をさせたいとの意向から回避し、放牧に出ることとなった。秋初戦は4年連続の出走となる10月12日のマイルチャンピオンシップ南部杯を選択。中段に位置を取ったが、ダート1600メートルの日本レコードを更新する高速決着となった馬場が影響し、直線で伸びきれず6着に終わる。 続く12月6日のチャンピオンズカップではルメールがカフェファラオに起場するため新たに和田竜二とのコンビを結成。クリソベリル、カフェファラオに次ぐ3番人気での出走となった。レースでは道中中段で待機し直線でクリソベリルをかわすとゴール前で粘るインティを差し切ったが中和ウィザードに2馬新反差を呼ばず2年連続の2着に敗退。 中央ダート GI では2018年、フェブラリーステークスから4戦連続の2着となった。その後は、年末の東京大商店から、翌年のフェブラリーステークスを目指して調整されていたが、脚部不安を発症したため、12月29日に、レックスオーナーズクラブのホームページ上で、現役引退が発表された。2021年1月4日付で競争馬登録を、抹消、引退後は、 レックススタッドで、種ボバとなる。以下の内容は、ジャビスサーチ及び NETKEIBA.com、サカブジョッキークラブに基づく。2021年1月7日、つなぎ用先のレックススタッドにスタッドイン。初年度の種付け料は100万円に設定され、ほどなく、万口となった。ありがとうございます。